はいみな、えー、さん、えー、おはようございますかぶくんです、えー、山本聡太選手のスケートカナダのフリースケーティングを振り返っていきたいと思います今終わったばかりで、えー、山本聡太選手の演技が終わった後にですね、えー、今あのー 男子の、えー、最終グループの6分間、感想が今やってます。はい、で、えー、そうですね。山本聡太選手、良かったですね。感動しました、えー、まず技術的なことをお話しすると、まあ最初まあ、4回転トーループ2本続くんですが、まあ、これ2本とも失敗しました。で、1つ目の4回転トーループはダブルになってます。で、もう1つは4回転回って転倒まあ、4。えー、まあ、回転して。 転倒という形になりました。まあ、プロトコル表を見るとか、ま出て見てないんで、まあ、そこら辺の評価はどうなってるかわかんないですが、まあ、4回転ジャンプ2本失敗ということになりましたね。で、4回転サルコウも、えー、やってませんでした。うんだから、もしかしたらなんか4回転サルコーと 4, 4回転ジャンプ。今調子悪いのかなっていうのが、えー、あるのかもしれないですね。うん。 でまあ、トリプルアクセルは2本とも着氷できたんですが、まあ、もしかするとちょっとずつ回転不足を取られている可能性もあるので、まあ、そこら辺はまあプロトコル表を見なければ分かりませんね。はい、ただまああの4回転ジャンプ以外のところは雰囲気的にはね、えー、なんとか、えー、まあ決めることができたんで、まあ、そういったところは非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。はい えー、そうですね、技術的なお話については以上です。あと、プログラムコンポーネンツが、ねえー、75点ということだったんで、まあ、もうちょっとこう、まあ、プログラムコンポーネンツがなかなか出にくいっていうのがね、えー、ジャパンオープンの時もお話ししたんですが、まあ、特徴的だなっていうふうに思いますね。はいえー、では、フィギュアスケート、山本聡太選手の技術的なお話はこれで終わりなんですが、まあ、雰囲気が非常にいいですね、うん、山本聡太選手の雰囲気、非常にいいと思います。なんかあのー ずっとね、スケートカナダ、えー、まあ、最初の選手からずっと見てましたけど、あのー、やっぱり表情が違うね、うん、山本選手の表情、うん、ジャッジに向け,る向けてのアピールとかね、まあ、表情、えー、緩急、表情の,あの使い方っていうのが、もう本当、全然違いますね。うんこれは ヤンモット・ソータ選手すごいと思いますだからなんかあの僕実は今日ねあのスケートカナダビールにあたって表情を特に見てましたうん。そしたらまあ他の選手は本当イケメンとかでもまあ本当にあの、えー、表情は変わらないんですよねだから 今一つその分かんんないんですよ、演技がよく。でも山本選手は表情をよく変えてたんで、まあ、結構そういったその表情の変化っていうのをすごくよくあのできてたのかなと思うので、まあ、その表情っていうのがやっぱ日本の選手たちうまいなって思います。うん えーまあ、山本選手は、まあそのーね、今、えー、山田町子チームのところでなんか頑張ってるみたいなんで、まあ、ちょっと今、発展途上かと思うんですけど、まあ、それを乗り越えて、ねえー、頑張って言ってほしいなって思いますね。はい